遠く過ぎ去った日々を求め、捨て去った恋の記憶を求め、男は帰ってきた。脳を吹き渡る風のように、きらめく雪の白さのように、疑いを知らぬ愛を女は求めた。怪しい影に導かれ、琵琶の音は死せる魂たちを目覚めさせ、炎と水の世界に響く。そんな君かどもろとも。茶碗の中に突然現れた見知らぬ他人の微笑みは、ゆえ知らぬ不安に一人の武士を駆り立てる。数々の伝説の中に脈々と生き続けた日本人の人真実は、この混沌の現代へのプロテストとしてここによみがえる。階段とは人の心の中にあるのか、人の心の外にあるのか。人間存在の不条理をえぐり、切腹に続いて小林正樹が全世界に激しく問いかける。